体調ね崩されたってことで、どういう体調の崩し方だったのか僕分かんなかったんで、あえて連絡しませんでした。体調不良によってはですね、大丈夫ですかとか、連絡することによってそのプレッシャーかけたりすることがあるの俺知ってるんでね、自分がもし体調悪くて伏せってる時に人からこう頑張ってくれとか大丈夫とか連絡来るのは嬉しいんですけれども、すごいこうしんどいっていうのを俺知ってんで、それで念のため連絡しませんでしたけども、すいませんでした。連絡した方が良かったですかね。みんなでまた集まれてバカなことできたらなと思ってます。無理せずね、一回の失敗っていうのそれ美味しいから、次リベンジみたいな企画もできるんで、無理っくり、頂上まで行かなくても途中であんまりしんどかったら下山も全然ありだと思うので、無理せず頑張ってください。